細菌、バクテリアと次亜塩素酸水を戦わせてみたぞ。こんにちは、こんばんは、吉岡秀樹です。大人の生物実験の時間です。今日は細菌、バクテリアと次亜塩素酸水を実際に戦わせてみました。どんな結果になるでしょうか。次亜塩素酸水には消毒効果とか消臭効果があると言われてるんですけど、理論的にはそうなのかもしれないですけど、実際にどうなのかってちょっと気になりませんか。なのでふと思いついてこんな実験をしてみました。その実験とはどんなものかっていうと、身の回りにあるバイ菌、バクテリア、思いつくところで歯垢、プラークですね、この歯垢の中のバイ菌と次亜塩素酸水を戦わせてみたらどんな風になるのかっていうのがちょっと気になったんで、位相差顕微鏡、これがうちにはあるので、これでどんな感じになるか見てみようと思います。寝起きに爪楊枝を使って歯の表面だとか歯の間にあるプラーク、歯垢をほじくり出して、唾液にそのプラークを溶かし込んで、その汚い唾液をスポイトで取って一滴プレパラートに垂らして、それを位相差顕微鏡で観察する、そういう実験です。そしてそのプレパラートに一滴垂らした唾液の上に先日作った次亜塩素酸水を一滴垂らして、どのように変化するか、これを実験してみました。では早速ご覧ください。まずこれが唾液の中に爪楊枝で取り出した歯垢、プラークを溶かしたより汚い唾液を位相差顕微鏡で観察したものです。黒い粒状のものや細長いのが見えると思うんですけど、これがバイ菌、バクテリアです。なんかピョコピョコと動いてますよね。次に次亜塩素酸水を唾液に垂らしたものを見ていきましょう。さっきより動きが悪いような気もするんですけど、でも動いてますよね。持ってたイメージとしては、日輪刀で鬼の首をズバッと切った後みたいに、どん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 すぐジュワーッと溶けていく感じ、そういうイメージを持ってたんですけど、実際はそうじゃないみたいなんですよね。まあ次亜塩素酸水作ってちょっと日が経ってるので効果が薄れちゃってるのかなと思ったんで、ここで消毒薬の柱を出したいと思います。そいつは何かというと、もちろんピューラックスです。先ほどと同じように汚い唾液を一滴垂らしたプレパラートの上に 6% のピューラックスを一滴垂らして、どうなるか、その位相差顕微鏡の映像がこちらになります。消毒薬の柱を派遣したんですけど、ジュワッとは消えてないんですよね。なんだかんだでピョコピョコ動いてる細菌、バクテリアが観察できるのがわかると思います。だから消毒薬を作用させたその瞬間にジュワッと効いてくるっていうのはちょっとイメージと違うのかもしれないですね。今回は思いつきの実験をそのままご覧いただいたんですけど、口の中のバイ菌、バクテリアってすごく量が多いので、消毒薬をちょっと垂らしたぐらいだと、もしかしたら、ね、大した効果が得られないのかもしれないんですよね。まあ結局多勢に無勢だったっていう結果かもしれないですし、活動レベルが下がってるのでなんだかんだ効果があるのかもしれません。それは正直ちょっとわかりません。まあ本来であれば培地を作って細菌、バクテリアを培養して比較するっていうのがそれらしい実験になるかと思うんですけど、ちょっと培地を作るっていう環境にはないんで、まあ、今回はとりあえずちょっと位相差顕微鏡で、もしかしたら劇的なジュワーッと消えてなくなるような映像が撮れるかなと期待してやってみたんですけど、そうではなかったという結果になります。もし多勢に無勢だからいまいち効果がなかったっていうことなんであれば、消毒薬の量を、頻度を増やす、もしくはバクテリアとかの病原菌、それを減らしていくっていうのが大事なポイントになってくるかと思います。そういうことからすると、感染予防対策のために次亜塩素酸水を使うっていうことよりも、物理的に洗い流すとか、具体的には身近なところで石鹸を使った手洗いだとか、そういうことの方がもしかしたら大事なんじゃないかなって思います。あとは部屋の換気ですよね。細菌やウイルスがうわーっと
とこもってるような状態であれば、ちょっと消毒をしたところでそんなに数って減らないんじゃないかなって思うんですよね。結局濃度、濃さの問題っていうことになります。だから考え方としては、消毒薬に頼るっていうのではなくて、物理的な手洗いだとか部屋の換気だとか、そういうのを重視していって、念のために空間消毒をするっていう考え方の方が妥当なんじゃないかなっていう結論になります。もちろん今回の思いつきの実験がまずかったかもしれないので、この結果をそのまま鵜呑みにされるのもちょっと違う気がするんですけど、汚い唾液に消毒液を垂らしても即座にジュワッとバイ菌が溶けてなくなるってことではなかったですよってことをお伝えしたかっただけです。もしこういう実験に詳しい方がいらっしゃったら、こんな実験だったら割と手軽にできるし結果も出せるんじゃないかなみたいな、そんな方法がありましたら、ぜひコメント欄に書いていただければ、やれる範囲で実験やってみたいと思います。ということで、今日は唾液に含まれたバイ菌、バクテリアと次亜塩素酸及び次亜塩素酸ナトリウムを作用させたらどうなるか、実際に戦わせてみたっていう動画をお送りしました。面白い結果にならなくて申し訳ないんですけど、何かしらの参考になれば幸いです。ではまた次の動画で会いましょう。